お元気ですか？めめだかです。いきなり秋になりましたね。皆さん風邪ひいてませんか？今日は先日立ち上げた自然派ビオトープのその後とガサガサでお迎えした原種メダカたちの繁殖のお話です。どうぞ最後まで見ていってくださいね。では早速いきますね。原種メダカの元ちゃんたちをお迎えするのに立ち上げた自然派ビオトープ、あっという間に藻って言うんですか、苔って言うんですか、もわもわした植物がビオの中にいっぱいになっちゃって、ビオに植え付けたドワダアシの根元あたりに藻が生えていたのが一気に広がっちゃったみたいです。根元洗っとけばよかったなーって後悔。まあビオに酒巻貝もエビもいないからってことで、南を20匹ほど、そしてどこにいるかな、あ、いました、ピンクラムズホーンも1匹お住まいいただくことにしました。これで藻の対策できたかな。そして元ちゃんたちは多分みんな元気なはず。あまり姿を現してくれないので様子は詳しくわかりません。これ結構寂しいビオだよね。けどね、今日お知らせしたいのは繁殖のこと。植物はまあまあいい感じに育ってるけど、水質安定、念のためアマゾンフロッグピットを追加してますよ。ビオは綺麗に落ち着いてるでしょ。さて繁殖のことです。なんとか今期中に増えてもらいたくって、お迎えして早々に産卵床を入れておきました。が2週間しても卵全然つけてくれません。やっぱ怖い思いさせたから怯えて卵産まないのかなって毎日産卵床をチェックしてました。これは元ちゃんお迎えして2週間目のこと。浅瀬に生えてた例の藻についた卵を発見。ビオの中で卵発見できるなんてすごいことだと思いませんか。元ちゃんの卵キラキラしてて綺麗だね。3つだけだけどゲットしたよ。いつもみたいにブラコップで孵化させようかなって迷ったけど、やっぱ元ちゃんの卵だから自然に任せることにしました。去年の初夏に立ち上げたこのミニビオ、1ヶ月前までは王冠白菊ちゃんがお住まいでしたけど、事情あってお引越ししました。だから今は空き家です。またまた15ヶ月も足し水だけで維持しているビオですが、エビも元気だし水質も良さげなんで、ここに卵をお任せです。その日の午後、わあ、さっき見つけたばっかの卵孵化してるやん、もっかい卵の撮影しとこうかなって思ってやってきたら、なんともう孵化しちゃいました。発見したの2時間ほど前のことなのにね。生まれてくれてありがとう、けど嬉しい。原種メダカの繁殖って苦労するかなって思ってたけど、いきなり成功しちゃいました。この黒っぽいアリコちゃん、文句なく可愛いね。ゲンちゃんたちをお迎えして1ヶ月半ほど、これ毎日の日課です。採卵してないので毎日のようにハリコが水面に浮かんでいます。ゲンちゃんのハリコは黒っぽいので見つけにくい。このままにしとこうかなって思うけど、ほっといたら親に食べられちゃうので、やっぱ過保護になっちゃうね。1匹ずつ保護しちゃってます。プラカップですくっては眺めて、原種メダカがやっぱ強いのか、それともガサガサで危険を感じたから本能の力が慌てて子孫を残そうとしているのか、とにかくどんどん生まれるんです。原種メダカも改良メダカも同じメダカだけど、もしかしたら改良メダカが失ってしまったかもしれない自然の力を持っているのかもしれないね。
この子多分孵化したてのほやほや。元気で可愛いね。しばし眺めたらミニビオに移動。次から次へと生まれるので、もう何匹移動させたのかな。忘れちゃったよ。原種の力ってすごいね。やっぱ原種メダカ惹かれるわ。最後にハリコちゃんたち眺めておきましょう。上身だね。もうめちゃめちゃ可愛すぎ。色が何とも言えない良さがある。この子は発見が遅かったのかな。ママの持たせてくれたお弁当ヨークサックはもうなくなってるね。親ビオの水草で隠れてたんだね。無事でよかった。原種メダカって本当に素晴らしいね。日本で一番小さな淡水のお魚、メダカ。大事に大事にしていきたいな。ってことで今日は自然派ビオトープのその後、そして原種メダカの繁殖のお話でした。もうめちゃめちゃメダカ大好き、メメダカでした。おまけ。ヤマトヌマエビお迎えしました。どう？かっこいい？新しい水槽も立ち上げたよ。繁殖もできたらいいな。また一緒にエビ観察しようね。